やばくないこれ。でかっ。ホッケ。シマホッケ。これはどう調理するの？いや、これも焼くだけじゃない？ちょっと入んないかもしんない、コンロに。あー、グリルで焼く。やばいでしょ、これ。タララーンタララーン。ああ、繋がってんのか。うん。おお。タラララ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 タラ返せこれ。はい、だめだめ、ここはダメだろ。はいはい、あーい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 はい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 。さあ、あとは自分の力で前へ。いけー。あ、デンデレデレデレ。はい、釣りました。はい、ピーポー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 。撃った撃った撃った。いや、逆に大きく威嚇してきてる。大きくなって威嚇してきてるけど、俺は全然ビビらないね。え、何これ、びっくりした。あ、びっくりした。あ、そっか、機械とか分かんないから驚いちゃうのか。驚いたのお前だろ。いや、今お前の驚いた顔に驚いてた。俺は精神驚きよ。肉体驚きしてたよ。脊髄反射驚きしてたでしょ。あ、まあ、また意味が違うけどね。驚いた内容が違うって話してるから。うん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 、うんうん、あーあーとかそれ言い続けてないから俺も、ね、反論は、うん、いじっちゃダメです。これをいじっちゃダメです。ひとえ何ですか、それは。それ何ですか、ひとえって何、そのいじり。古すぎじゃない。古すぎじゃん。ひとえが何なの。いや、ひとえひとえひとえ、うん、ひとえだよ。あー、そう、ひとえ。みなみだけじゃん、ふたえ。出てけ二重差別。一応劣性遺伝やけど大丈夫。はい、こういうの言えちゃう人です。いや違う違う、これはそ の, ううのあの上下とかじゃなくて、そういうのがあるから。劣性って言われたら嫌じゃない。なんか劣性ってワードが悪くない。それ悪意あるじゃん。すごいな、それは。多分なんか学会に物申してるかもしれないよ、それ。劣性ってワードが良くないじゃん。下手したら学会に物申してるかもしれないけど。じゃあもうどうぞ。いや、学会とお前も、学会とお前も。で、魔漢考察法方式でいこう。俺を貫きながらも学会に向けて。劣性は正直めちゃめちゃやばい、本当に。なんでですか。いや、その漢字として劣るってワードはやばい、あれは。ああ、うん、なるほどね。言葉狩りですか。うん、そうです。そういう言葉じゃなく、男と女ぐらい平等なものにした方がいい。あ、なるほど。今時のクレーマーっぽいね。学会の方しっかり先には学会の方がいらしたんですか。じゃあ何にしたらいいと思う。 A と B でいいじゃん。 A と B、 A 遺伝、 B 遺伝、うんうん、それもなんか B の方が下なんじゃないか。確かに順番で言ったら B の方が下です。ブスの B でもあります。これは学会の意見で、俺に魔漢考察法話すね。こうなの。うん、ありがとう、ありがとう。魔漢考察法教えてくれてありがとう。魔漢考察法。もう別にしてやったやつもそんな笑えない。無理だよ。容姿もいじるし、一重二重の差別もある。すごい、ね、差別はないよ。こっからきついよ。いや、きついしょ。なんでボブルヘッド人形の動きしたの。ボブルヘッド人形って、あの野球の、うん、あは、何それ。あの、こうやって首がめっちゃ動くやつ。二人でね。仲良くないっすよ。な、お前。めっちゃハマってる。めっちゃハマってる。確かにね、今タイミングがね。首から目が動くんじゃないの。こいつだけなんか、しなってるよね。みなみ、腰じゃん。腰か、これ。うおぉ、完成。やば。うわぁ、いいね。焼き魚最高。ちょっと、え、焦げてないですよね。いやいや、そんなもんや。あ、そうですか、すいません。やーやー、嫌なワンクッション。やーやーいやいや、それパーリングやっちゃってる。やーシェフ、ありがとうございます。いえいえ、アニサキさん、やめろ。ありがとう。ありがとうって。ありがとうです。はい、行きましょう。行きましょう。どうした、ゆずり。残酷な細胞高森ゾーン。
いな、犬、犬、犬のこの焦げたやつ、怖いな。いやえ、あ、持ってけ、あ、擦れってことか。やー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 もうちょい右だよね、もうちょい右だよね、やー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 お姫様がすごい顔してる。とまーい、なんでー。どんまーい。なんでそんな狭いとこ行かなくても。あ、ちょっと邪魔かな。ここは俺が行きます。入れる。はい、かっこよくねえよ。ここは俺が行きますよ。ここにこ、すごいね。人間として。このバランス感覚は。絶対ここじゃないから。いらん。うん。なんか今日は今日は上のヤギボー上のあんだ、あ、断られた、はい、ご飯進む、食べよう、いただきます。骨糸みたいな、たとえ、あ、うまそう、やっぱすごい、何の音、換気扇の音、換気扇か、まだちょっと焦げてるね、んちょっと焦げてる匂いがあるから換気扇を回して読みます、んまあちょっと焦げておりますから換気扇を回しております。もうちょっと大きい声で、誰に奪われたん、感じ喋った方がいい。もうちょい換気扇、あ、違う、間違えた、うん、うん、換気扇を回しております、まだちょっと焦げ臭いので、ああ、ありがとうございます。あっ、なるだろ、眼球狙ったら焼き魚で眼球狙ったらそうなるだろ。危な、危ないよ、何してんの。あ、お前が指示したの、指示してこれ。そんな思ってたお前、違うごめんとか言うから、うん、俺はドン引きしちゃってごめんって、あ、ドン引きしちゃ、あ、俺に聞いてたの、なんで俺損してんだよ。ホクホクや、うん、すげえ、おいしい、おいしい、じゃがいもや、めっちゃ邪魔だ、ホクホクだからね、ホクホクだから、うん、いや、おいしい、これ、ま、ほんとにおいしい、焼き魚、うん、うん、うん、なんか調味料欲しいな、確かに、お皿別にして、だから全然空間別でもいいし、部屋で食う、部屋で食ってくる。あ、でもあそこの部屋食べちゃったな、あそこの部屋ダメだな、うん、ベランダで食ってもいいけど、ベランダで食べる。でもこれ誰と食べるかが美味しい決め手だから、みんなで食べよう、お気にベランダで食べさせた方がいいんじゃないですか。、うん、ずっとなんかかけられる恐怖と戦いながら俺は食わなきゃいけないんだよ、嫌だよね、うん、あ、でもちゃんと、あ、いいじゃん、あ、醤油、ポン酢、へえ、まあ、美味しいと思うけどね。先にの、うん、うまい、うまいわ。めちゃくちゃ美味しい、へえ、こんなに取られるの嫌だったの、うん、え、なんでこいつら今日こんな気候強いの。強めの気候だね、あんたら。そんなあったかい日みたいに言うな。感じが違うわ。夏の夜みたいな、虫の鳴き声、涼しい、大向きがあるな、モテ向きがな、いやいやいや、乗るな乗るな、うるさいし絶対、じゃあ俺やってこうか、うん、一番大向きある、うん、あ、あんのか、いや、いい、いい、やってこい、やってこい、なんだっけ、これ、お前じゃ行ってこい、怖いな、いや、もう、自分で行くよ、それ、行くか、うん、確かに、あ、おむきあんじゃん、素人の方ですか、殺すぞ、目の剣という、目の剣が強いだろ、ダメダメ殺しちゃう、キジマも骨いっぱいあるし、ん、骨しゃぶりや、
わいそすぎるな今の一連はとか言っちゃったし、木島が食べてんのしもちゃんによかったらモノマネしてもらう、しもちゃんあげてもらっていいで、それでそのまま木島のモノマネしてあげてもらっていい、またしも2個入れるってこと、あ、いや俺あげようかじゃあ、しもちゃんいい、あ、でもいいし、いや、その視聴者が今ブチ切れそうになったのに、ああ、そうか、しもちゃんがやってくれるところ、ああ、そう、俺が行くよっていうの、ああ、失礼しました、まだ許してもらえてない、そんなにそんなに怒ってんの、ああ失礼しました、うん、ダメか、諦めない、なんで分かるんだよ、お前手に取るように視聴者の心、はい、いいもん、はい、すいませんでした長いよな、長かったよな、ずっと待ってた今、美味しいところ最高、はい、最高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 最最高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